それではですね、月次第2番の、先ほど変更ありました、まず、東電 OL 事件、無実のゴビンダさんを支える会、佐久野美希子事務局長様から、ご報告がございます。よろしくお願いいたします。どうも皆様こんにちは、東電 OL 事件無実のゴビンダさんを支える会の客野と申します。よろしくお願いいたします。30分お時間いただいているので、じゃあ座らせていただきます。ご承知のように、先月6月7日、東京高等裁判所第4刑事部が東電 OL 殺人事件について再審開始を決定し、請求人であるゴビンダさんの刑の執行を停止しました。で、検察は異議申し立てをして、それを理由にして、職権による拘留を求めたんですけれども、第4刑事部もまた次の維新の継続先である第5刑事部もその職権発動を認めませんでした。そこでゴビンダさんは釈放されて、オーバーステイであったために出入国管理難民法違反ということで、強制退去処分ですが、15日に、ネパールに帰国することができました。で、私と会のあと、2名がゴビンダさんに付き添って、あのカトマンズに送り届けまして、でゴビンダさんの、悲願であったお母さんと、抱き合うというのを見届けてまいりました。でその後ゴビンダさんと、3回ほど電話で話したり、あと他の仲間が今スカイプとかもありますので、ゴビンダさんと話したりする機会があったんですけれども、今は大変健康状態も良くて、長年もう本当にですね、東京拘置所時代、横浜刑務所時代、逮捕から15年にわたってずっと不眠を訴えていたんですけれども、今は本当によく眠れるようになったと、健康状態も良いですと言っていました。本当にここまで来ることができて、今、現在考える中でですね、最高の結果を得ることができたのも、長年にわたる全国の皆様の、ご支援のおかげと思って本当に感謝しています。でゴビンダさんも皆さんに大変感謝しておりまして、まだ裁判続いていますけれども、再審無罪を勝ち取った暁には、自分もこれからその例えば深川事件の桜井さんのようにですね、まだ冤罪に苦しんでいる人たちの力になるようなことをしていきたいと、そういうふうに言っていました。で、ゴビンダさん帰国によって最大の山場を起こしたんですけど、今私たちの活動としては異議審ですね、それの早期決着、そして、異議審の後、手続き上はですね、検察はまだ特別抗告という、最高裁に特別抗告することもできるんですけれども、もうそんなことは非常にむしろ恥であるということを強く世論で訴えまして、もう特別抗告などはさせないと、今の異議申し立てさえもですね、有罪主張を取り下げてほしいと思っているんですけど、これはメンツ上なかなかしたいと思いますので、とりあえず異議審の早期決着、そして特別抗告はもうさせないと、そして早期に再審裁判を開始して一日も早く再審無罪を確定させるということで、より一層支援活動を拡大していきたいと思っています。そのための署名等もありますので、ご協力いただきたいと思います。で実は今日お配りした、本当にもうすぐ明日なんですけれども、ようやく、開始決定報告集会と祝賀会というのを開催できることになりました。知らなかったんですけども、その時点で10万人脱原発10万人集会というのがありまして、ちょっとその10万人のうち、5、60人減らしてしまうんではないかということもあるんですけども、もしここのすぐ隣の春日という駅で近いので、いらっしゃれる方はぜひいらしていただきたいと思います。開始決定日の、ビデオと、それから私がゴビンダさんを帰国に伴ったと帰国に付き添った時に撮ってきた帰国ビデオなども見せいただけると思いますので、ぜひよろしければいらしてください。それで、もうちょっと時間をいただいているので、もともとですね、15年前に1997年3月に渋谷区丸山町で
東京電力に勤める女性が遺体で発見されて、その隣のビルに住む日本に出稼ぎに来ていた日本人青年であるゴビンダさんが逮捕されたわけですけれども、まあ、ゴビンダさんは当時からもう一貫して無実を訴えていました。そして、自分は事件当日3月8日ですが、事件当日は絶対に被害者と会っていないと、事件現場に残されていたその唯一の、まあ、ゴビンダさんと犯行を結びつける物証なんですけれども、トイレに残っていたコンドームは、事件よりも10日以上前に自分がその被害者をそこに連れてきた時に残したものであると、そのように主張していたわけです。それで、まあ、ゴビンダさんの自白もなく、また直接証拠もない中で、ゴビンダさんのこの弁解が信用できるか否かということを、東京地裁、東京高裁とで、判断したわけですけども、東京地裁では、まあ、ゴビンダさん一見いろいろな状況証拠を見ると怪しくも見えると、しかし実はゴビンダさんよく司祭に見るとですね、状況証拠の中にはゴビンダさんを犯人とすると説明のつかないものもいくつか存在すると、したがってまたその一つの状況証拠も全てその両面性の解釈ができる、有罪方向にも無罪証拠方向にも取ることができる、したがってその疑わしきは被告人の利益にということで、ゴビンダさんを無罪にしたわけです。でこれが2000年4月で、3年ぐらいのその裁判を慎重にやった結果だったんですね。しかしここで検察が引き下がれば、ゴビンダさんはそこでもう帰国できたんですが、検察はさらに控訴して、しかもその職権による勾留請求をしまして、でその無罪 の被告人を再度勾留するという非常に前例のない異例な事態が起きてしまって、その決定をした東京高裁第4刑事部のもう亡くなりましたけど高木俊夫裁判長という方の指揮する裁判で、あっけなくですね、その4ヶ月ぐらいの実質審理はほとんどない、本当に数回でですね、逆転有罪になってしまったんです。で、私はそのゴビンダさんが一審無罪だったのにまた東京拘置所に連れ戻されて、非常に落ち込んでいる時に彼に面会するようになりまして、そしてその逆転有罪の法廷も傍聴して、まあ、ゴビンダさんが私やってない、神様助けてくださいと叫ぶのを、まあ、聞いてしまいまして、これはもう本当にひどいと、この裁判、この強引なその逆転有罪の中身そのものが、まあ、ゴビンダさんの無実をむしろ語っていると思って、それから翌年に、まあ、同じようなことを、まあ、裁判に対する怒りとかですね、感じた者たちと一緒にゴビンダさんの再会を作って今までやってきたということなんです。で、まあ、上告を支援したんですけれども、結局上告棄却によって刑が確定して、2003年末から横浜刑務所に服役していました。もうその時はもうこれは無期懲役だし、もう私たち自身もまるでもう無期懲役でずっと支援をしていかなきゃいけないのかなというぐらいの気持ちだったんですが、その後2005年に、再審請求しまして、初めの頃はほとんど動きはなかったんですけれども、2009年の春ぐらいから大きくその時代の状況というんですかね、その再審を取り巻く状況が変わってきたんですね。まあ、一つはその司法改革による、まあ、裁判員裁判を、まあ前提にした公判前整理手続きで証拠開示が今までより認められるようになったという動きもあり、それから2009年の4月に一番やっぱり大きかったのは足利事件の DNA 鑑定によって菅谷さんが無実だということで、まあ、むしろ検察側の方が即座に再審開始決定を待つまでも釈放、待つまでもなく釈放したというこの出来事がありました。でその頃から裁判所が非常にその DNA 鑑定できるものは全てしましょうというような姿勢になってきまして、で検察もその今まで証拠は、隠して出さなかったものがですね、だん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 、まあ、出さざるを得ないというような状況に変わってきたんです。そして、ゴビンダさんに関しては、今までのその明らかに存在が分かっていたものの中でさらに DNA 鑑定を要求するというような証拠42点について昨年の1月頃からですね、ようやくそれが本格鑑定を、職権鑑定ですね、裁判所が認めた鑑定で職権鑑定なんですが、検察側がその検体を出して、そして、弁護側が推薦する大阪医大の鈴木教授なんですが、そこで鑑定をしてきたわけです。そしてその私たちとしてはその結果が
7月頃には出るだろうから、まあ、そのいい結果であれば必ず公表するし希望も持てるということを思っていたところが、まだ弁護側も知る前に昨年の7月21日に、まあ、いきなり読売新聞にものすごいでっかい活字で一面にバーンとスクープが出まして、おそらく記憶なさっている方も多いと思われますけども、東電オイル最新可能性ということだったわけです。で、実はその時に明らかになったその DNA 鑑定の結果というのは、実は被害者の遺体の膣内に精液が残っていたと。その精液がそれゴミナさんではもちろんない、それから、事件の当日直近に被害者がホテルで性交渉した常連客がいるんですが、その人のものでもなかったと。全く未知の第三者のものだった。しかもその DNA 型が現場に遺留されていた陰謀の一本とも一致したということで、当然その事件現場で最後に性交渉したものが犯人ということが、確定判決でも認定していますから、じゃあ、ゴビンダさんのそのトイレのコンドームよりも、もっともっとその犯行に近い存在の、第三者が浮上してきたということで、これはその、ゴビンダさん以外のものがですね、この事件現場の部屋で被害者と、接触することはおよそ考えがたいと言っていた確定判決はもう大きく揺らいだと。これはもう再審開始だというふうに私も思ったわけです。ところが、その、検察も、まあ、このままではまずいと思って、自発的にですね、さらに42点の証拠を9月になって開示したわけです。これは私たちから言わせれば、いわば後出しなんですね。今までないと言っていたものを出してきたわけです。で、驚くべきことにですね、その中にはその遺体には、口元、右胸、左胸、下半身2箇所というふうに唾液がついていたと。そんなのは誰も今まで知らなかったわけです。それからさらに4月3日、事件当時のですね、4月3日、まだゴビンダさんが強盗殺人罪で起訴されるよりもっと前の段階ですが、その時からこの唾液の血液型は O 型であるということは、科捜研の鑑定で分かっていたと。ゴビンダさんは B 型ですから、当然これはゴビンダさんとは相反する証拠だった。で、これは都合悪いと思って隠していたわけです、ずっと。で、それが、まあ、出たわけです。さらに、被害者の、まあ、殴打されてですね、顔面とか頭部とか怪我をしているわけですけれども、その挙句、まあ、首を、まあ、虐殺か絞殺かははっきりはしないんですけれども、頸圧迫による窒息死なんですが、その殴打された時におそらく出血したと思われる血痕が肩にもついていたと。そんなのも今までですね、誰も聞いたこともなかったわけです。血痕がついているなんてこともね。それからその死体、遺体の着ていた下着の真ん中にも精液がついていたと。こういうことがですね、その検察が後出した証拠42点から出てきまして、この中のその15点について優先的に追加鑑定というのをしたわけです。そしてこの唾液、血痕、それからその下着についた精液、それらからもやっぱりその第三者 X、これは陰毛376という証拠番号で、376の男というふうに請求審の中でも決定の中で言われているんですけど、この376の男のものと一致したという結果だったわけです。で、残り42点中15点除いた27点について、検察は、もう裁判所はこれ以上必要ないと、この1月に、今年の1月にですね、言っていたんですが、もう裁判所は必要ないといったものについても、検察はもうその、ぜひともやりたいということで、捜査権によって独自鑑定というのをしました。でもそれらについては結局、個人の特定は不可能ないし困難という結果に終わったわけです。そこでようやくその再審請求審が以上をもってじゃあ終結しますと言ったのが、5月の23日だったんですね。で、じゃあ一体いつ開始決定出るだろうと思って言いましたらば、なんと驚いたことに1週間後ですよ、5月31日に決定日を通知しますと。で、しかもその決定日が6月7日だって、そんなに早いのかって、今までの全く他のですね、再審請求からしたら、まあ、何ヶ月か当然かかるわけですけども、もう1週間ぐらいでそのもう決定が出るということで、非常にびっくりしまして、で、決定日には必ず奥さんと娘たちをネパールから呼んでくださいと、これはゴビンダさん言われてたんで、すでにビザを取ったりするような書類を送ったり準備はしていたんですけれども、なんとかそれをそのカトマンズ日本大使館にも早くしてくださいとお願いしまして、で、
6月4日にビザが出て5日の飛行機に乗ってですね、6日に到着した。そして7日の決定になんとか間に合った。でそれがまたその開始決定であることは、まあ、ほとんど 99.9% 予測していたんですけども、まあ、実に刑の執行停止、これは五分五分かと思ってたんですが、刑の執行停止も出たと、まあ、まさか即日釈放になると、ここまでは誰も予測してなかったので、もうこれは本当に嬉しい驚きでした。でそういう大感動の中にですね、しかも家族と同じ便で帰国するということが叶ったというわけなんです。で今のその決定の内容をちょっとお話しますと、決定書についてですね、東京高裁第4刑事部は非常に明快な判断をしています。まあ、要するにその遺体にの精液を残し、唾液を残しですよ、血痕を残した人物、しかも現場に陰毛を残していると、この人物が犯人である、被害者とその現場で性交渉して、しかも暴力を振るって殺害したというか、こういうふうに見るのが極めて自然であるというわけですね。ということはそこで初めてゴビンダさんのまたそのトイレに残してたコンドームですが、これはじゃあ事件当時のものじゃないということになってくるわけですよ。そうすると全てがドミノ倒しのようにですね、あるいはそのオセロで言ったら黒が白にひっくり返るように、まあ、この新証拠を持ってみれば、もし原審でこの新証拠が出されていれば、ゴビンダさんが有罪だと、犯人であるという認定には至らなかったであろうというように、これはこれらの新証拠は、無罪を言い渡すべき明らかな証拠であると、よって再審を開始すると。しかもギルティはノットギルティというようなですね、認定を超えて、はっきりこのより真犯人に近い人物がいるんだから、ゴビンダさんは無実だとはもちろん書いてないけれども、もうほとんど無実だと言ってるに等しい内容なんですね。であるからこそ即釈放したというふうに思いますし、またその、次の維新の継続先である大王刑事部もおそらくそういうふうに思って、これはひっくり返らないと思って釈放に応じた、反対しなかったと思うんですけれども、まあそういうことです。で検察の方はですね、じゃあどういう理由で、異議申し立てをしたかというと、当然釈放されちゃって帰られちゃいけないから、その実は異議申し立ての期間3日か休日休めば4日ぐらいあったんですけれども、もうこれはかかあの待ち構えたようにですね、間髪を入れずに即異議申し立てしたんですけど、その言ってる内容というのはですね、請求審の中で決定になるまでにもう言ってきたようなこととですね、本当同じ主張の繰り返しです。一つ言ってるのは、まず陰毛はその現場に置いて性交渉して落ちたんじゃなくて、その現場に来る前にですね、実は常連客と別れてから現場に来るまで1時間ぐらい空白があるんですよ、実際ね。でその間にどこか別の場所でその陰毛376の男とですね交渉して、それが衣服にくっついてきて、でその現場に落ちたんだろうと、こういう主張をしているんですね。まあ、高裁はこの今回の決定では、まずその屋外でということは、そういうお客が何人かいるということは警察の捜査で分かっているんです。もっと前の話ですが、ただ当日そういう人がいたかどうかは全く証明されていません。ただし、まあ、そういうことが仮にあったとしても、胸にも精液がついたりしていると、下着ですね。したがって屋外ということは まず考えられないと。じゃあどこか屋内ということは絶対に可能性がないとは言えないと。しかしだからといって101号室のその事件現場で落とし性交渉したという方がね、より自然だし、まあその可能性の方がちょっと高いじゃないですか。少なくともその可能性は否定されませんよというふうに言っています。それからその実は被害者の手のひらとか手の甲とかですね、STR で言うとショートタンデムリピートっていう STR の DNA 鑑定の中のそのローカスっていう部分があるんですが、その中の、アリールとかいう、要するにその人であるかどうかを示す数値があるんですけど、部分的にそのゴビンダさんと一致する数値が出てるということを検察は、その被害者は殺されるときに抵抗すれば手にね犯人のものがつくからというのを、一つの論拠にしていたんですけれども、それは最終的にはですね、鈴木鑑定では個人の特定は不可能ないし困難と、断片的にそういう数値が一致するにしても、それはゴビンダさんというふうに特定するほどのものではないという結果になっているんですが、それについてですね、仮にゴビンダさんのものであったというふうにね、
してもですね、今回の高裁の決定を言うには、部屋の中には当然ゴミンダさん入ったこともあるし、その部屋で性交渉したということは事件より以前に認めているわけだし、他のその友人に見せるために入ったりしていることもあるわけだから、そのゴミンダさんの DNA が何がしか落ちていてですね、それが被害者の手に、まあ要するに転移したというですかね、多少何か断片的についたとしても別に説明つかないわけではないということまで言っていますね。それからさらに、その肩にやっぱり血痕がついていたということを非常に今回の決定は重要しています。つまり最初の単に膣内性器と現場の陰毛だけだったら現場で性交者にしただけということですけれども、さらに血痕がついているということはやっぱり犯行とのその顔面頭部を殴打して、まあ、首を絞めたと、その犯行とのつながりというのをすごく重要しています。ですので、まあ、これはまず覆されることはないだろうというふうに私は思っていますが、まあ、覆されることはないにしてもできるだけ早くということで今なんですかね、まあ、気を抜かずに油断せずにやっていかなきゃいけないと思っております。で、今以上の大急ぎでお話しましたけどことから、私たちが今一番思うのはですね、他の事件との関連性とか、それから最新冤罪事件で思うのは、やっぱりその証拠の全面開示というものの重要性なんですよね。だってゴビンナさんにしてみればですよ、有罪で、このもし今回の請求審の中でですね、この証拠開示があって DNA 鑑定を行われなければもう無期懲役だったわけですよ。今の無期懲役っていうのはどん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 その刑期が伸びていましてね、重罰化厳罰化の影響で30平均30、桜井さんたちの頃は17年ぐらいだったものがですね、今30年以上経っても釈放されないという人がほとんどなんですよね。ですから、まあ、ある意味一生刑務所にいなければならない、終身刑に非常に近いものになってたわけです。で、まあ、あるいは菅谷さんの場合だって、もしDNA 鑑定が行われなければ菅谷さん今であってその養女殺害犯としてですね刑務所にいたかもしれない。もしあるいはもっともっとのすればその DNA 鑑定の検体だって劣化してしまうわけですからね、まあ、そういうようなことが あるわけなので、やっぱりどうしてもそのこれは本当だったらば原審でやられなければいけなかった、再審になる前にですね、有罪になる前に食い止めるべきものだったと思うんです。早い段階でそういう証拠が全部出されないと、結局遺体にその精液、唾液、血液、陰毛をですね残している人物のことは全く裁判で検討せずにゴビンダさんが有罪というふうになっていたわけです。これは非常に恐ろしいことだと思うんですよね。で、それでもなおかつまだ検察はその容易に引き下がらないというようなことは、やっぱり冤罪に陥っている本人だけじゃなくて、これはそのこういう裁判を許しているということは全国民にとってですね、不利益なんだということをもっともっとね、皆さんに知っていただくようにしていきたいと思いますし、できればその世論の力によってその、まあ、取り調べの全過程の会の可視化と一緒にですね、全面証拠開示ということもやっぱり法制度化することによって、まあ、これから その冤罪を防ぐような手を打っていかなきゃいけないというふうに思っています。で、まだもう一言よろしいでしょうか。まあ、今回ゴミンダさんをネパールに、まあ、送っていきまして、向こうの家族親戚はもちろん、それから、まあ、報道関係なんかの皆さんからもですね、まあ、一ネパール人のために日本人がここまで長きにわたってその献身的に支援してくれたということで、非常にもう大いに感謝もされですね、高く評価もいただいたんですけれども、まあ私の気持ちとしては、これネパール人のゴビンダさんだからとかですね、ネパール人をということではなくて、この一ネパール人青年の30歳から45歳までの人生を奪いですね、またその家族を苦しめてきたのは結局日本の裁判がその間違っているからなんですよ。その結論を間違ったというだけじゃなくて、その制度にやっぱり歪みがあるということで間違った結論になってしまっていたということで、やっぱりこの今のその民主主義のですね、法治国家であり主権在民の国である国にいて、私たちがこの裁判、こういう裁判が行われていることをやっぱり見過ごしてはいけないんだということを、まあ、強く感じたので、そのために私たち日本人
日本人としてというか私たちの問題としてこれをやっぱり支援してきたという気持ちなんです。あのもっともっと昔のですね、あの戦中戦後の治安維持法時代の事件とかをいろいろ本を読みますと、当時やっぱり国に対してですね、国家権力に対して異議を唱えるということは本当に文字通り命がけだったわけですよね。あの投獄されたり拷問されたりですね、中には死んだ人もたくさんいるわけです。そういう方たちの血と汗と涙によって今私たち十二物の言える時代になっているわけですし、そのご皆さんを支援するなりですね、そういうことによって何も身の危険を感じることは一切ないわけです。であればやはり私たちは自分たちのためにこれからもあの正しい裁判のためにやっぱり戦ってなきゃならないと思います。そしてその袴田さんであるとか、その名張事件の小西さんであるとか、まあ、死刑事件なので多少ご皆さんとは事情も違うかもしれませんけど、本当にもう半世紀近くも獄中から必死で訴えている、またそれをずっと長き私支援されている方もいるわけで、ご皆さんの15年は決して長いとは言えないんだけども、それは長いと言えないというところがですね、やっぱり本当に今あの裁判問題じゃないかと思います。やっぱりこれからもですね、あのぜひ、最後まで、ご皆さんの有志の美を飾られますように見届けていただきたいと思いますので、ぜひこれからもご支援よろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。あの実はゴビンナさんの故郷というのはネパールのイラムというところで、そこはあの紅茶の産地なんですね。でこのゴビンナさんがよくあの自分のシンボルにマークに書いていたあのブッダの知恵の目というんですけど、この刺繍のしてあるゴビンナさんの知恵紅茶というものをたくさん明日の集会に仕入れているので、少し今日持ってまいりましたので、もし500円です、ちょっと味わってみたい方はあのぜひこれ食べてください。お願いします。